はい、中年オタッキーです。今日はちょっと最初になんですけども、視聴者様の写真をね、紹介するコーナーをやっておるんですけども、それでね、ちょっと、見落としが発生しまして、スキャンスタジオ F11 さんの作品を、投稿見落としておりまして、ちょっと大変失礼なことをしました。でですね、最近 DM、ツイッターの DM、私の DM が大変混雑しておりまして、まあ写真のね、投稿とかもそうですけど、なんか相談事とか、写真を見てくださいとか、まあかなりたくさんの方が DM くださって、てるんですけど、まあ、それ自体はね、全然迷惑じゃ嬉しいことなんですけども、写真の投稿のコーナーで差し支えが、出たということで、ちょっと事故が起きたということで、しばらくね、私のツイッターの DM を、写真投稿専門とさせていただきます。つまりそれ以外のね、連絡事項とか、相談事とかは、ツイッター、僕のツイッターのつぶやきに返信してもらうとか、YouTube のコメント欄にコメントしていただくとか、まあそっちの方向でね、ちょっと当面の間ですけどね、ちょっと対策考えます。皆さんとね、コミュニケーションを取るっていうのはね、僕自身好きなんで、できれば続けたいんですけども、写真投稿のコーナーをしっかりやっていくのがまず第一だと思っておりますので、申し訳ないんですが、しばらくの間ちょっと暫定的な処置として、そのような対応していただけたらと思います。で、今日の動画なんですけども、今日はこのキャノンの F1 と、ニュー F1、この2台で、よいしょ、重たいカメラだ。このね、アクロスとアクロス2ですね。アクロス2、こちらがアクロス2かな。うん、で、この撮り比べ、同じレンズ、同じ露出で、撮ったらどうなるか、ということで、やっていきたいと思います。それでは本編スタートしてまいります。はい、このアクロスとアクロス2なんですけども、もうそもそもね、製造国が違うということは前回の動画で説明しました。アクロス2はこれメイドイン UK、見えるかな、ピンボケになっちゃうか、メイドイン UK、ユナイテッドキングダム、こちらはね、アクロス、旧アクロスはメイドインジャパンなんですね。ハーマングループで、おそらくイギリスのハーマングループで製造されているのではないかということで、僕の予測では、その富士のレシピで、ハーマンが作ってるんじゃないかという予想になってます。で、とりあえずね、アクロスのね、作例から、バシバシっと、出していきますけど、まあ今出してる写真は QF1 か、キヤノン QF1 で撮った写真になりますけど、まあ信頼の、ブランド、富士でメイドインジャパンの、ね、アクロスで撮った、写真になってるんですけども、でこれから先はこのレンズね、和製ビオタって言われてる、このレンズ、これ2本持ってるんですよ。で、1本ちょっと今日持ってきてないですけど、で、両方ともね、セルフメンテナンスで完全分解、カビ等がなく曇りだけだったレンズ、両方ともかなりクリアな状態になっております。で、これアトムレンズなんで紫外線焼けの差は若干あるかもしれないですけど、目視した感じではほぼ同じコンディションの2本で、同じ露出、シャッタースピード同じ絞りで撮りました。で、ここから先がその作例になっていきます。はい、左下、右下か、右下に、アクロス、旧アクロス、アクロス2と、まあ、表示して、おるんですけども、これ、さあ、わかりますかね。
僕が見た感じでは全く差がないように見えますけど、これあの現像時間実はちょっと微妙に違います。これね、レシピがちょっとずつ違うんですね。15秒か20秒ぐらい違ったのかな。でアクロス2のが長かったのかな、ちょっと忘れちゃった。現像レシピは微妙に違うんですけども、まあ、これを見る限り、その、同じレンズ、で、同じ、その、シャッタースピード、絞り、で、撮る限りは、ほぼ同じに見えますね。まあ、アクロス、旧アクロスの方なんですけど、まあ、期限は切れてるんですよ。期限は去年の10月で、切れてたのかな。で、なんですけども、購入してからずっと冷蔵庫保存でね、で、もともとモノクロフィルムは、何ですか、強いんでね、その、多少期限切れになっても、大丈夫っていう場合が多いんで、さらに冷蔵庫保管でしょ。で、特にね、劣化はしてないと思うんですよね。で、劣化したとしても、どちらかというと、コントラストが柔らかい方向に向くんじゃないのかな、多分なんですけど。で、まあ、そんな感じでね、ほぼ同じのように見えますが、どうでしょう。今日の動画はね、もっとね、差が出ると思ってたんですよ。はっきり言って、もう最初はね、これはね、アクロス2の方がハイコントラストだみたいな感じでね、差が出ると思ってたんですけど、見た感じほとんど差がないですよね。もう、というか同じですよね。まあ、顕微鏡レベルとかでね、やっていくとね、また変わっていくのかもしれないですけど、今日の、比較図取り比べはこんな感じになりました。で、ハーマングループが、製造しているということで、ハーマングループが作ってるね、T 粒子の、モノクロの100は、デルタ100、イルフォドンデルタ100だけだと思うんですけども、イルフォドンデルタ100とのね、取り比べもね、ちょっとやってみたいんですけどね、デルタ100とアクロス2、2本買わなきゃいけないということで、予算がありません。ごめんなさい。もう予算ほんとやばいんです。ちょっとお金がね、なくて、まあ、そのうちね、もしお金がなんか臨時収入でも入れば、やろうかと思います。で、この F1 とニュー F1 は今度は、ケントメア400と、コダックのねトライ X400、この旧粒子、旧乳剤の、2本を取り比べていこうと思っております。はい、今日のフィルム比較の動画はこんな感じになります。で、いつものね、写真の紹介のコーナーに入ってまいります。大変失礼なことをしてしまった、スキャンスタジオ F11 さんの、写真から、いきます。1枚目がこれバーの写真で、2枚目これロウソクの写真ですけども、データがね、コニカ C35FD、ヘキサノン 38mmF1.8、コダックプロイメージ100、スキャナーがね、ハッセルブラッドのね、フレックスタイト、プロ用のスキャナーでね、スキャンしておるんですけども、これね、コニカ C35FD、これ、コニカ C35 シリーズのレンズが明るいバージョンのやつですね。で、これフラッシュも何もなしで撮られてるんですけど、これ見事に撮られてますね。特にこの2枚目のね、ろうそくの写真ですけども、コダックらしいね、暖かい色でね、撮られておりまして、いい感じの写真に仕上がっておりますね。はい、スキャンスタジオ F11 さん、ありがとうございました。また投稿お願いします。すんませんでした。次がね、フリーマンさんの、作品。フリーマンさん、今回は、また EOS、前回もね、EOS5QD、とキットレンズ 28-2880F3.5×5.6、で、紅葉を撮られて、これ、いつも思いますけどね、もうこれどこでこんな景色探してくるんだとか、思いますけど、この、特に、2枚目の写真ですね、これね、
あのやや朽ちたねベンチにね紅葉がどっかり乗っかってる写真ですけどね、これ結構ね動き回って頑張って撮らなきゃねこういう場面にね巡り合えるんですね。で、光の加減とかもね素晴らしくてね、これもう狙いすましたような写真になってると思います。はい、フリーマンさんありがとうございます。次がとひまねこさんかな、ひまねこさん2枚撮影出たがミノルタ V2、でフィルムがカラープラスだったかな、カラープラス200になりますね。で、2枚目ちょっと縦構図になってしまうんですけども、強い光がね廊下に当たってる、室内を撮ったものになりますけど、これ見事に露出合ってますね、いい感じで撮られてます。やっぱねあのカラーネガということでラチチュードが広いんでね、このような写真が撮れるんですけども、これ、ミノルタ V2 ってちょっと私知らないんですけど、これレンジファインダー機かな、外部露出だと思うんですけども、結構いい感じで撮れてますね。であのミノルタらしくね色のりがいい写真に、なっております。はい、ひまねこさんありがとうございます。でうーちゃんさん、次うーちゃんさんの写真いきますね。うーちゃんさん2枚、ニコン F5 AF ニッコール1枚目がね一緒か。F ニコルの 7300F4 から5.6D、コダックゴールド200で撮られております。これ動物写真っていうことで、これね、コダックゴールド200やけど、さすがはニコンのレンズですね。毛のいい、これ今ちょっとこっちの携帯で拡大して見てるんですけど、毛の一本一本までものすごい描写ですね。これね、なかなかやっぱニコンのレンズ、ズームにしても解像が高いです。ね、うん、動物のね写真ね挑戦したことはないんですけども、動き物なのにねよく撮られております。まあ F5 の能力ももちろんあるんでしょうけどね。はい、うーちゃんさんありがとうございます。でね次がねちょっとハンドルネーム全部読み上げちゃうとフルネームになっちゃうんで、桐山田さんかな、桐山田さん、から2枚、1枚目がねソニーの α7-3、レンズがキャノンニュー FD28mmF2.8 オールドレンズで撮られておりますね。で2枚目がソニーの α7-3 は同じで、レンズが FD50mmF1.8、ということで撮られております。あの神社でね撮られておるということですけども、これもね1枚目ちょっと行きますけど、1枚目、これ鈴鹿のパーキングエリア、新しくできたね鈴鹿のパーキングエリアで、撮られているということなんですけども、あの僕もね結構頻繁にねあの行くとこなんですけど、これ撮影のあの、なんだっけ、クリエイティブスタイルは何で撮られたんでしょうね。ソニーのカメラにしてはまあ普通って言ったら変ですけど、そんなにね大げさな色になってないと思います。これ FD で撮ったからかな、ちょっとわかんないんですけども、そんな感じになりますね。桐山田さんありがとうございます。また投稿お願いしますね。はい、次がね夢旅人さんの写真、今回はねEOS KISS デジタル X で、撮影され2枚とも撮影されたということで、1枚目も2枚目もね今回も甲乙つけがたい写真ですね。僕もねこういう写真狙うんですけど、ちょっと2枚目いきますね。2枚目のね写真ね、逆光はねその小立ちで抑えるという手法はね、前回と同じですけど、僕もこの手法をよく使うんですけど、印象的な写真撮れやすくなるんで、これ皆さんはこれ使っていいと思います。こういう写真ね、逆光だとどうしても特にね、フィルムカメラ時代のレンズ、は逆光のね、フレアとかゴーストがむちゃくちゃに発生するレンズが多いんですけど、これで抑えてね、物を逆光で撮るっていうね、技になりますね。これいい感じで撮れておりますね。やりますね。はい、夢旅人さんありがとうございます。の次が誰だ、こっちかこっちかすいません。和賀さんの写真いきましょうか。和賀さんの作品今回ね
初のね組写真がエントリーしました。組写真1枚目2枚目3枚目これ本当にね組写真っていうのは1枚1枚のね写真が美しい必要はないんですよ。で今回実は間違って4枚送ってくられて僕は3枚選定したんですけどもね、古本市とかねその骨董品市、で集まった人たちがその帰っていくところまでと選んで買って帰っていくっていうこれストーリーが3枚で成立してるんですね。これいいストーリー流れになってると思います。非常に面白いね組写真になってると思います。はい、これちょっとお手本的な組写真になると思いますんでね、一枚一枚が美しい必要はないです。ただ流れを感じれる、ストーリーが作れる、もう紙芝居が作れたりするというね、組写真が、いいと僕的には思いますがどうでしょう。はい、和賀さんねありがとうございました。とてもねいい、組写真でした。はい、次が落合さん行きましょうか。落合さんね、2枚。ラオス旅行の写真から良さそうなものを投稿ということで、データがオリンパス EM52 か、3か。老眼だからね、見えてない。M 随行デジタル、12ミリか40ミリプロ、ISO200、1枚目いきますけど、ISO200 で21ミリ F5.6、250分の1秒ということで、2枚目はね、スカートの生地、ナイトマーケットの芯っていうね、スカートの生地らしいですけど、1枚目いきますね、可愛い女の子が2人、この写真なんですけども、オリンパスの、まあ、デジタルということで、フォーサーズ、マイクロフォーサーズで撮られてると思うんですけど、まあ、レンズもね、ズームレンズで背景ボケ、がほとんど来てないんですけど、まあ、これものすごいいい表情だったんで、押し村は完全逆光で、後ろを飛ばしてしまったら美味しかったかなと思いますね。まあ、多分ね、そういうシチュエーションじゃないと思うんですけど、パッて出会ってパッて撮ったんだからね、モデルさんじゃないんで、そういうことできないと思うんですけど、もう表情がこれ抜群ですね、これね。なんて言うんですか、目がクリッとした女の子が2人。いや、いいですね。こういう写真僕も撮りたいですよ。日本でね、その声かけて写真撮ったりするとね、捕まったりするんでね。羨ましいと思います。はい、いい写真ですよ。ありがとうございます。落合さんありがとうございました。次がサファイアさんの作品いきますね。2枚、両方とも縦構図ですね。ミノルタアルファ 7700i 2885F3.5 から 4.5、両方とも同じかな。あ、2枚目は違うね。2枚目が、100から 300F4.5 から 5.6、どちらもエクタクロム100、2枚目の写真を紹介していきますけど、これエクタでね撮影して、晴天下のもと素晴らしいコントラストで、撮られておりますね。もうなんかのカレンダーの写真にも使えそうな、写真になっております。これねカーフェリーが行ってますけどね、昔ながらのこれね、日本も昔もこんなカーフェリーばっかりだったみたいですけど、昔ながらのカーフェリーではね、写っておりますけど、いい写真になってますね。緑が素晴らしい、ありがとうございますね。これライン川の渡し船なんですね。外国行ったことなんで私ないんで、羨ましい限りです。サファイアさんありがとうございました。で次がこれか、一都市球さんの写真ですね。これ面白いですね。2枚とも似たような写真になってくるんですけど、オリンパス OM30、随行オート S50mm F1.8、コダックゴールド200で撮られているということなんですけども、これ白鳥ですかね。白鳥ですね。白鳥がね、畑の上でいっぱい並んでる写真、可愛らしい写真になりますけどね。これ、どこで撮られてるんでしょうね。これ、こんなにたくさんね、白鳥が集まってくる。白鳥って僕、野生の白鳥なんか見たことないんですけど、ちょっと、ね、すごい、こんなにたくさん白鳥が集まる場所あるんですね。はい、一都市球さんありがとうございます。
はい、今日の、作品紹介はこんな感じになります。で、以前も言いましたけども、バラ写真は2枚まで、組写真は3枚まで、ということで、組写真はね、今日言いましたけど、ストーリーを感じれるようなもの、紙芝居ができるようなものね、最高ですけど。で、作品にはね、一応、カメラの種類、レンズの種類、フィルムカメラの場合は、フィルムの種類など、データを、つけていただければ助かります。で、ネットで公開することになりますんで、車のナンバープレートとかはね、ぼかしを入れてもらって、ほんで作品のね著作権に関してはちょっともうないものと考えてください、ネットで公開しちゃいますんでねスクショとかで、取り込んで何かで使われたりもする可能性はあります、そんな感じでもう著作権はねもうないと放棄するものと考えてください。で、まだまだね、作品を受け付けております。今のところはなんとか紹介しきれておりますんで、またね、今回もね、新しくね、初投稿の方、2名だったのかな、おりましたけど、我こそはと思う方、どんどんね、投稿していただければと思います。はい、今日の動画はこんな感じです。はい、で、次の動画ですけども、これいきますね。よいしょ。よいしょ。ペンタックス SP でね、これレンズがね、タクマスーパータクマの 50mmF1.4 これねミシェルさんからね提供いただいたレンズになります。でこれでケントメア100で撮ったケントメア100で撮ったっていうかツイッターではつぶやいてるんですけども本当はねトライ X を入れてたつもりだったんですよ。トライ X で入れてたつもりで400の露出で撮ってほんでフィルム終わって巻き上げたらあれケントメアが入ってるなんでとかで増刊現像したんですね。で、増刊現像なんとかね見れる形で成功しておりますんで、次回の動画はこのペンタックス SP で、スーパータクマ 50mmF1.4 で、撮影した写真でケントメア100を、400に増刊したらどうなるかっていうね動画になると思います。はい、今日はこんな感じです。ちょっとバタバタした内容ですみません。またね、まだチャンネル登録されてない方、ここにねチャンネル登録もねカメラのマーク出てきますんでそちらをクリックしてチャンネル登録に進んでいただけたらと思います。で、またねこの辺にねリンクも出てまいりますんで、ね、お暇な方はお付き合いください。今日は、最後まで見ていただきありがとうございました。また次の動画で、お会いしましょう。それではまた。